皆さんこんにちは。パティシエキャンプ本気キャンプ飯の滝です。工藤です。本業は私パティシエですから、あのキャンプでもスイーツができるっていうのをちょっといろいろご紹介したいと思ってるんですけど、ケーキを焼くとかなんかそういうキャンプのスイーツってたくさんあるけど、夏嫌じゃない？嫌だ。だって家でオーブンつけても嫌だ。いやー、わかる。夏はさ、やっぱアイスとか冷たいデザートが食べたくなるから、それは外でも一緒、はい、なので、アウトドアでできる冷たいスイーツ、今日は2種類やりたいと思います。イエーイ、はい、で、まあ同じ2つともゼリーなんだけど、1つはコーヒーゼリー、もう1つは桃の缶詰を使った桃のゼリー、2つ、まあ大人も子供も楽しめます的な感じで作っていきたいと思います。はい、それではスタート。はい、でゼリーって何で固めるイメージがあるか、おそらく皆さんゼラチンを使うと思います、お家で。ただゼラチンっていうのは冷蔵庫で冷やさないと固まらないっていう凝固剤で、キャンプで冷蔵庫なんかないからさ、なので常温で固まるゼリーの素というのがあります。そちらがこちら、はい、これスーパーとかでも売ってるバガーっていう固める元です。なんていうのが分かりやすいかなと思って、ね、アガーってね、ケーキ屋さんでは当たり前、夏場当たり前に使うゼリーの元なんですけど、冷やしたらもちろん美味しいけど、常温でも固まるし、でも食感がゼリーみたいな、豆缶の寒天みたいにさ、ちょっとサクッとしてるっていうか、そういう固まり方じゃなくてゼリーみたいな食感になるっていうのが普通にスーパーで売ってる、5袋入ってるから5回ぐらいできる。でこれ1袋 5g 入りで、あのグラムも測れないじゃんキャンプって、だからその 5g に合わせてレシピを作ってきたので、今日はちょっとこれを使って2品やっていきたいと思います。はい、はい、コーヒーゼリーということで工藤さん、はい、コーヒー係大丈夫ですか？今日ね 230cc のコーヒーが欲しいから入れて、美味しいのこのコーヒーゼリーもなんと2回目です。うるさいよ、うるさい。なんで2回目やってるかというと、こちら、ちょっと声出しでいこう。声出しね、うん、了解です。うわ。というわけで2回目になりました。はい、なんとね声が入っていなかったというアクシデント。そう、音がね入ってなかったんだよね、あの時のショック感よね。ね、ほんとショックだよね。うん、まあコーヒーゼリーが2回食べれるということで、はい、欲しかったでしょ。うん、これ本当に超やってほしかったから、もうリベンジを私から頼みました。そうだね、もう動画にしたいということで、頼んだので、まあコーヒーを入れるぐらいはいいです。はい。上からな。入れ終わりました、コーヒー。じゃあまずさっき工藤が入れたコーヒー、これを 230cc、 ちょっとシェラカップで測って。はい、230。はい、じゃあこちらに入れてください。まああのもっと少ない量でやるときとかシェラカップでそのまま作ってもいいけどね。うん、確かに1人分とかだったらね。はい、はい、入れました。入れました。はい、で、今度はお砂糖です。だいたい大さじ2か大さじ2弱ぐらい、うん、好みね。そう、まあこんな感じで、そこにさっきのこのアガー1袋 5g 入れていきます。でこのアガーはこのまま絶対ここに入れない、必ず砂糖と混ぜて使います。固まっちゃうんで必ずお砂糖とちゃんとこうやって混ぜてから使います。はい、で混ぜたお砂糖とアガーをこのコーヒーの中にもう入れて溶かしちゃう、最初に。
もうこのコーヒーゼリーの仕事ここで8割終わりです。そうだね。でも砂糖、コーヒーあったかいんでね、もう綺麗に溶けてます。ただ沸騰させないと固まらないので、これを火にかけて沸騰させていきます。ちょっとなんかそのアガーが下に沈みやすいから、ゆっくりなんかかき混ぜる、泡立てる必要ない。はい、ちょっとずつ沸騰してきました。はい、はい、じゃあ沸騰してきたので止めます。はい、なんならこれでコーヒーゼリーの完成です。これをもう常温で、放置しとけば普通に固まります。だけどちょっと急いでる場合はこれ氷水に当てるとあっという間に冷める。で今日はちょっとね、あのいかにすぐ固まるかをお見せするために氷水に当てていきたいと思います。もう5分で外側はね、ちょっと固まってきてるね。このこの固まってるんですけど、すごい面白いよね。早い。こんな食べたいところの時にすぐ作れるから、うん、めっちゃ早い。これ本当にいいんだよ。いや、もうまだもっといろんな人に知ってもらいたい。これね。そう。めっちゃいいよ。これが広まってほしい、日本中に。日本中のキャンパーに広がってほしい。確かに確かに。前後してもいいかなと。もうあとこの缶詰のシロップを固めていくだけ、うん、さっきのコーヒーゼリーと違うのはこの缶詰のシロップの自体がもう甘いじゃん、うん、あの砂糖をそんなに入れないでうまく使った方がいい。私はコーヒーはブラック派なので。そしてそこにさっきのアガー、これもまた混ぜ混ぜ混ぜします。の中に入れてきます。でね、これ冷たいじゃん、さっきと違って。だから綺麗に溶けていかないから、あのちゃんと火にかけて溶かす。はい、じゃあこれを火にかけてさっきの沸騰まで持っていきます。はい、はい、できました。ではしっかり固まったコーヒーゼリー、怖いちょっとこれはおしゃにしていきたいと思います。はい、はい、こうやって固まってるからナイフで切って、例えば大仏用にして、あのなんかシェラカップとかに入れてもいいし、今日はあのベアボーンズのプラスチックのこういうグラス、おしゃやつをこう入れていく。あ、いいねいいね。あ、涼しげ。あ、涼しげ。あら、きれい。あ、まあ、このなんかさ、大きいグラスに全部入らない余白、うん、それがまたいいですよ。こういうので固めてもいいけどね。で、ここに生クリームを持ってきました。はい、あとコーヒークリームとかあるじゃん、うん、コーヒーなんかフレッシュ、そうそうそう、冷やさなくてもいいから、うんうん、確かに。それをこれでいいね。いいんじゃないでしょうか。おー、このゼリー、もう画面越しでも伝わるよね、うん、これスプーンでやると、えんでね、表現が良くないね。本当赤おすすめです。じゃあ食べよう。はい。桃からかな。うん。桃からがいいね。いや、いいね。キャンプにデザートあるって。これパカって裏返しても可愛いと思うんだよ。確かに。だって剥がれるもん。ね。うわ。プリプリ。いただきます。うん。うんうんうん。これは子供が喜ぶわ。うま、うん、アガーの方が私はこの食感好きです。ゼラチンはミルクゼリーとか、うん、ちょっともちっとするからさ、うんうん、いいけど、あのフレッシュのフルーツなんかはアガーとかの方が美味しい気がする、うん、プリプリ感っていうか、なんていうの、喉越しがいいの、つるっと、うん、ちょっとメズっぽいっていうかさ、つるっと感、うん、ただなんかゼリーより桃食べてるわこれほぼゼリーない、うん、缶詰と砂糖とアガーさえあれば一瞬でしちゃうから、
確かに。本当もろキャンプのためにアガーはあるんじゃないかと思ってる私は。本当だよね、うん、まあ、知らない人多いけどさ、うん、やっぱこいつすごい便利だよね。なんか私アガーを日本に日本中に広める会の会長やりたいアガー協会、うん、じゃあコーヒーゼリーもいただきます、うん、あ、コーヒー飲んでるみたいな匂いする、まあ、コーヒーゼリーだからそうだよねすいません本当に。うん。顔。美味しい顔ね。うまー。うんうんうん。私は断然コーヒーゼリー派だな。うん、甘いより。なんかこっちは具が入ってないから、このさらにアガーのつるっと感が。牛乳入れてこれなんかこの中でクシャクシャクシャってやったら、あのドロリッチだっけあるじゃん飲むコーヒーゼリーみたいな、そんな感じでこうやって飲める。確かに、うん、味もてかコーヒー良くない、うん、自分を褒めろと言ってるの。コーヒー良くない、美味しい美味しい、いいと思う。インスタントコーヒーでもいいわけで、そう、なんならあの缶コーヒーでもいいわけで、無糖で砂糖を入れる、なんかこの砕けるゼリー感いいね、飲みたいということで今日は、キャンプシーンで、美味しく作れるスイーツ2つ、コーヒーゼリーと桃のゼリーを、ご紹介しました。本当にアガーおすすめです。普段スイーツを作ってない方もあのすぐ買えるようなところ、スーパーとかにのお菓子材料売り場、コーナーとかにあるので、ぜひ一回見てみてください。そしてこの暑い夏にキャンプで冷たいスイーツを作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本当にやってみて。困る最後本当よ。